2度締め検出機能付き無線式トルクレンチ CSP-FHW シリーズの紹介です。従来の無線式トルクレンチに2度締め検出機能を搭載した新モデルです。機能の紹介です。トルクレンチを作動させると完了信号を無線で出力します。出力した完了信号はオプションの受信機 RFH256 で受信します。電波は 2.4GHz 帯の周波数でポッピング方式を採用しています。二度締め検出機能の紹介です。締め付け本数のカウントにおいて一度締め付けたボルトを誤ってもう一度締めてカウントしてしまうと締め忘れが発生する可能性があります。 CSP-FHW では一度締め付けたボルトを検出し NG を出すことで正確な締め付け本数をカウントできます。二度締め検出機能により信頼性の高いポカよけが可能になります。トルクレンチの状況を知らせるために大型 LED を採用しました。締め付け作業を行い受信機が受信できれば青色 LED が光ります。二度締め判定 NG の場合は赤色に点灯します。送信 NG の場合は赤色 LED が3回点滅します。二度締め検出機能の設定方法の紹介です。設定は簡単に行うことができます。送信機側面の設定ボタンを3秒間長押しして設定モードになったらネジを締めるだけで完了です。 CSP-FHW の通信設定は専用の設定ボックス SB-FH256 かパソコンでの専用ソフトで設定可能です。発信機に固有の ID 番号を持たせることができるのでトレーサビリティの確立ができます。 CSP-FHW は交換ヘッド式トルクレンチです。使用目的に合わせて交換ヘッドをお選びいただけます。またヘッドの交換は簡単に行うことができます。CSP-FHW シリーズは2度締め検出機能を搭載した無線式ポカよけトルクレンチです。